長津田駅は神奈川県横浜市緑区長津田4丁目にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、東急電鉄の駅である。当駅の由来となる地名には複数の読み方があるが、駅名の読みは横浜市が規定している地名の読みと同じである。JR 東日本の横浜線と東急電鉄の田園都市線。 子供の国線の2社3路線が乗り入れている。このうちあたり駅を起点とする子供の国線は横浜高速鉄道が第3種鉄道事業者として施設を保有している。なお、JR 貨物は横浜線の当駅から八王子方のみ第二種鉄道事業者として貨物列車を運行する。JR 東日本の駅は特定特市内制度における横浜市内の駅であり、 横浜線においては当駅がその2次元となる。乗り場の番号は、当市で振られている。JR 東日本と東急は別改札である。さらに東急は、田園都市線と子供の国線も別改札で、田園都市線のみ改札口があり、子供の国線乗り場には改札口がない。島式ホーム1面2線を有する地上駅。改札口は、 東急とは別に一箇所ある。階段は二箇所あり、エスカレーターは東神奈川方の階段に付随する形で設置されている。改札街と南口の間は階段のみであったが、ホームは中ほど、改札街は改札のすぐ近くにエレベーターが設置されている。待合室はホームの八王子よりに、トイレはホーム東神奈川よりの先端に設置されている。直営駅であり、 管理駅として、鴨井駅、中山駅、東下、市場駅を管理している。緑の窓口が設置されている。乗り場東急電園都市線ホームとの間に、ホームのない線路が一本あり、東急や東京メトロ、横浜高速鉄道などの車両搬入や伊豆急、東への譲渡車発送に使用される。この着発線から、さらに東急側の中央林間方まで受受線が伸びて、降り、 車両を搬入する際には JR 貨物がここまでを担当する。なお、受ュ,ュ線より先は東急の管轄内となる。また、着発線から受ュ,ュ線は非電化であるため、で重軽ディーゼル機関車が入れ替えを行う。この入れ替えのため、横浜線本線での検引も行う。なお、東急管轄内は電化区間であり、特区 IY000 アア系電車を用いて、 東駅隣接の長津田建区まで車両を搬入する。同様の線路が以前はもう一本あったが、横浜線ホームの拡張に一本分を活用したため、撤去された。ホーム拡張工事は、当時の停車用の線路と現行の停車用の線路の間に先端部のみの細いホームを先に作り、切り替えは終電から始発までの短時間で一気に停車用の 線路に発泡スチロールを詰め込み状をゴムシートで覆うことで対応した。横浜線の八王子寄りの階段はホーム拡張前と同じである。東神奈川寄りのエスカレーターは拡張当初は階段となっていた。2021年4月にはホームドアが設置された。田園都市線、島式ホーム2面4線を有する地上駅。 改札口は JR 東日本とは別に設けられており、JR 線連絡コンコースに面した者と子供の国線よりに2カ所ある。階段は各ホーム2カ所ある。以前は階段のみであったが、エレベーターとエスカレーターの設置にあたって、JR よりの改札から見て、奥の方にエレベーターエスカレーターへの通路が新設された。改札外と北口の間はこれまで、 階段と時間帯により、運転方向の変わるエスカレーターのみであったが、北口の再開発工事で、長津田駅北口歩道橋が設置されるのに合わせて、北口が新たに作り直され、2015年に両方向のエスカレーターが設置された。滝のおトイレが2階改札外側にある。2005年から2006年にかけて、改札外コンコース内の店舗が再整理され、 2006年8月31日には、ローソントックスが開業し、同日に飲食物販売店も一斉に営業を開始した。2011年からは改札内に、松本清が新たに入店に移転、また2013年には同じく改札内に、重サーバーも入店した。2017年4月28日に、駅構内商業施設、へとも長津田としてリニューアルした。 中央林間方に長津田建築があり、当駅を始発、終着とする列車が多数設定されている。朝ラッシュのピーク時には、準急列車が約4分おきに運行されており、そのうち3本に2本が当駅を始発とする、準急である。駅長所在駅。長津田管内として、田園都市線あたり駅中央林間駅間及び、子供の国線全駅を管理している。 つくしの駅つきめの駅間は、東急レールウェイサービスに、業務委託している。当駅には、長津田電車区や長津田車掌区があり、運転士や車掌が交代する場合もある。大井町線急行用車両の所属もあり、現在は平日は夜間に降り4本、土曜、休日は、上りが朝9時台2本と下りが夜19時台。 20時台に1本ずつ大井町線直通急行列車が発着する。乗り場3番線は渋谷側、中央林間側ともに分岐器の直進側にあり、5番線は中央林間側から直進した位置に存在する。当駅は田園都市線の環急接続駅である。下り三番線は急行準急誘導列車の対比を行わない各駅停車四番線は 優等列車の退避を行う確定と、長津田建区への入庫車両が使用する。上りは5番線を、主に準急行、順急優等列車の退避を行わない確定と、長津田建区からの出港列車、6番線を退避を行う確定が使用する。子供の国先端式ホーム1面1線を持つ、地上駅。ホームと改札外通路及び駅出口の間は、改札口はない。 乗車券類を所持しないで乗車した場合は、着駅で生産することになる。線路は、田園都市線の上り線と繋がっている。道線の渡り線を経由して、渋谷方面からから、子供の国線ホームに直接到着できるようになっており、田園都市線等の車両が、温大駅に隣接する長津田車両工場へ移動する、際に使用されている。田園都市線、 JR の改札街とホームを結ぶ階段とエレベーターが存在する。この2箇所は、田園都市線、JR の改札街と西口も結んでおり、当駅で唯一改札街に存在するものである。乗り場以前は改札内に子供の国線ホームがあったが、2000年3月29日の子供の国線の通勤線下に伴い、 子供の国線と田園都市線のホームの間の通路に改札が設けられて改札外となった。代わりにホームと改札外通路、出口が連結された。なお、この頃田園都市線に自動券売機と改札口が新設されたほか、既存の改札内のトイレが改札外となった。子供の国線ホームが改札内にあった頃は改札口から、 子供の国線ホームに移動するためには、一度田園都市線ホームに、不利、ホームのやや中央林間寄りにある地下通路を通る必要があった。西口には、第三種鉄道事業者である横浜高速鉄道のロゴマークが併記されている。当駅では、臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、定期貨物列車の発着はない。稀に発着する臨時貨物列車は、 東急系列の新車搬入や他社へ上渡する車両の搬出、東京メトロや伊豆急などへの車両を搬入する車両輸送列車である。近年の年間発着トン数は下記の通り。1日あたり乗車人員の推移近年の1日平均乗降人員推移は下記の通り。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。南側は 大仙街道の旧宿場町、北側は住宅地と商業地が入り混じった地域で2007年以降は駅周辺の再開発が進められている。南口はバスの折り返し場程度のスペースがあり、路線バスの発着場とタクシー乗り場になっている。ただし、あまりスペースが広くないことから横浜市では駅前広場の整備を進めている。北口は2014年8月に 駅前広場と道路拡幅が完成し、新たに路線バスの発着場とタクシー乗り場が整備され、2015年9月17日から杉崎高速バスによる夜間高速バスも運行開始された。西口は一般道路や生活道路に面しているため、大型車の通行は限られている。マークンタワー長津田長津田駅、北口バスロータリー南口、北口双方に バス乗り場がある。停留所名は、南口が長津田駅、北口は長津田駅北口及び高速バス長津田で、マークタウン正面のロータリー内にある。このほか駅周辺にも2カ所あり、県道139号長津田駅、南口入り口交差点付近にある、長津田駅入り口と三行通りである。下記の路線が乗り入れ、横浜市営バス、神奈川中央交通、 神奈川中央交通東、杉崎観光バスにより運行されている。以前は、東急バスも南口に乗り入れていたが、2010年に廃止された。北口1番乗り場、2番乗り場からの一般路線バスは、すべて神奈川中央交通東による運行。注車区出店。ありがとうございます。